位置ですね。無線電話装置において受信電波から音声を取り出すことを何々というと、これはケンパーとかですね、音声を取り出すんですね、これはですね、ケンパーとかですね、副調ですね、こう言います。中身はですね、実はこれは声流なんですね、声流になります。中身は声流なんです、一緒なんですね。で FM 電波の場合ですね、この役目をするのは弁別器ですね、周波数弁別器、弁別器ですね。これは周波数ですね、周波数の変化をですね、振幅の変化に変えます。すなわちこうですね、例えばこう素密がありましたらね、ならこれをですね、振幅の変化どうなるのか、小さくて、でこうエネルギー高いんでこうなんですね、振幅高くする、またこうなる、こうなんですね、いわゆる周波数ですね、周波数の変化を振幅の変化に変える、周波数弁別器になります。したがってこれはですね、サンバが変化しますね。